ウッサンキックウェブですな。こういう字が使われて、文字は少ない方がいいんですけども、な。で、なんで、こういうふうに書いていって、で、最終的に、うん、これ X 求めていくよってな。だから、この図でやるのも、この図でやるのも、内容的には一緒。ただ、見やすくなってくる。あるいは見やすくなってくる。処理の仕方が簡単になってくる。ということな。で、こうやって図を書き込んでいって、で先ほどやったような、X 求めるわけや。で、それは合計がポイントやで。だから、ここの合計で、ここな、で、あ、ここな。で、あ、ここが X プラス3やな。X プラス3があるんですね。情報全部書くと、こうなるわけや。で、3においで、で、足して23人やった。で、ここでね、ポイントは合計なんです。で、女子が38やから、これ足したら38なんだ。で、ここで式、方程式ができます。で、あと49人やけど、これに分かってないから、式作ってきたわけな。75。だから38を使って、ここのところで、X、切るのは、次1個残るな。で、この X が求まるわけや。だから、ここの 23-X と、それから X 人と、で上の8人と下の X プラス3人足したら合計38になるんだよ。だからこの X が求まるんだよな。だから、ベン図をでやるのもこのキャロル表でやるのも、数学的なな。で、そういうのを作っていて大抵情報は、少なすぎてこれだけでは方程式決まらないですね。で、それ以外にいくつかの情報が問題文の中に書かれてるからそこを書くね。で、それを使って制限してくれな。だから X とか Y はこれ人数だから当然整数です。な。で、整数で情報を入れてやるとこの決まるわけな。文字3つ、式2つだけれども、1つ決まるんです。で、これで X 決まったら、ここから Y 決まるしな。で、X を決めたら、Z も決まる。ということなんだな。だから、ここの問題で、こういう問題でね、縦横表を作って合計を持って、この合計で式やってくるで、横の合計で式やってくるな。ここのとこは値分からないです、ね。で、それ以外にいろいろな情報があるから、それを使って決めていくわけだ。だから、連立方程式としては数学的には解けない。だけど、情報を使うと制限されていって決まるでいくな。こういうパターンなんですね。だから、縦横表というのは、こうやって使うんだな。さあ、そしたら、一応イメージができましたかというかね。はい。そしたら、先ほどの、キャロル表と縦横表を、練習していってください。さあ、それではね、1番。練習で1番。これやってみようか。はい。